今回のタイトルは、空のソルが 20% の急騰で話題に、主な理由は次の通りです。ぜひ最後までお付き合いください。空のソルは最近上位100の暗号通貨の中で 20% 以上上昇し、 23.09 ドルで取引されていることで話題になっています。何がこの素晴らしいパフォーマンスを駆動しているのでしょうか。ソラナの急騰の要因を掘り下げてみましょう。ソラナの主な魅力の一つは、分散型金融ディファイへのコスト効率の高いアクセスです。イーサリアムは特定の時期に莫大なガス料金を請求することで悪名が高く、一部の投資家を怖がらせています。ディファイにおけるソラナの TVL は増加していますが、その数字は約700万ドルしか上昇しておらず、一般に考えられているほど好印象ではありません。これに対してイーサリアムの TVL ははるかに高く、イーサリアム側のわずかな成長でもソラナの現在の TVL を簡単に上回るでしょう。ソラナに関する市場センチメントは、特にそのエコシステムの進行中の発展を考慮して一般に肯定的です。新しいプロジェクトやパートナーシップが継続的に発表され、投資家の信頼が高まっています。技術的な観点から見ると、ソラナは強力な地位を維持することに成功しました。この資産はやや不安定な市場において回復力を示し、 25% の成長を確保し、中核となる技術的敷地を上回っています。ソラナには今後のいくつかのアップグレードと新機能を備えた堅牢なロードマップがあります。これらの開発により、その実用性がさらに向上し、ひいては価格も向上する可能性があります。ソラナは現在急増を経験していますが、より広い文脈を考慮することが重要です。そのディファイの TVL は思ったほど充実しておらず、イーサリアムは依然として強力なライバルです。ただしソラナはディファイ愛好家向けにより安価で高速な代替手段を提供しており、これが現在の価格上昇の重要な要因となっている可能性があります。投資家はこの資産に注目する必要がありますが、暗号通貨市場の不安定な性質にも注意し続ける必要があります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。